ゲッターズ飯田の初めの一歩億万歩。どうも占い師のゲッターズ飯田です。アシスタントの億万でございます。そして、今週もこの方に来ていただいております。クラネット&サックス奏者の通じ辻本義弘です。いるね、よろしくお願いします。いるね、だいぶ居座らせてもらってますね。ホタテ4個あげるからもう一周一個一周いるんです。あ、一個一周なんだ。あともう一周いるよ、このパターン。あとホタテをあげたからってことはもう出てくれってことだ。ギャラってことであげてるっていう。これからお前らのギャラ全部ホタテ払う。やでしょ。やってこと、うん、まあやかな。毎週だとね、さすが新鮮なホタテでも、うん、食べたいじゃん。ただのホタテじゃない、新鮮なホタテ、うん、でかいしね、見たことないぐらい手のひら台ですから、はいはい、もう本当はね、ここで本当はコーナーあったんですけども、あまりにやっぱね、もう長すぎるというか盛り上がってんのよ。いいね。ほとんどカットになってるんですけど盛り上がってるんですよ、やっぱり。ブースの向こう俺見れないもん、ちょっと。ずっともう時計見てますよ。スタッフさんがずっと時計見てます。ということで、もう早速占い行きましょう。行きましょう。はい、お願いします。はい、東京都は20代後半女性、箱詰めさん、はいはい。人生で初めて素敵だと思う人に出会いました。お、よかったね。彼とは今年の10月に私が職場移動した先で出会いました。最初はただ仕事を教えてもらうだけだったのに、彼の仕事に対する姿勢や雰囲気、特に今まではタイプではないと思っていた塩顔がかっこいいと思うようになりました。また私が一人暮らしを考えているというと、彼が住んでいる地域をおすすめされたり、可愛いのになんで彼氏いないの、なんて言われました。また職場の同僚たちは揶揄しているだけかもしれませんが、二人はお似合いなんじゃないと言ってきます。私と彼はお付き合いできる相性ですか、ということです。何も学生みたいな。学生じゃないか、20代後半ですもんね。そうですね。向こうの人は何、独身なの、でも同い年か、うん、同い年だとそんなすぐなんじゃないの、うん、もうポリプラスのライブに行けばいいんですよ。めっちゃくっつけますよ、ね、それも頑張って。ではでは、どうでしょうか、占いまして。でも、あ、向こうの人がちょっと変わってんのか、うん、何、あーダメじゃん、長めのダメじゃん、飯田さん助けて。本当本当、もうえ、ね、もう長めの運が占い師出たらもう終わりなんですけども、やっぱりいや、まあ、早く言って、だいぶ言葉を、ね、何があるの、何があるんですか、でこのメールを読んでさ、はい、うん、まあね、悪く言いたくないでしょ、うん、占い師も、まあね、これさ、よく占い師も人だからさ、 AI じゃないから、極力いい風に言ってんのよ、うん、これで気づく、俺この前誰だっけ、誰かに、はい、芸能人と誰か忘れたけど、うん、皆さん何でも言うからっつって、いや俺めちゃくちゃ気遣うんですよって、うん、え、それで気遣ってんのって死ぬほど言葉を選んで、はいはいはい、悪く言わない悪く言わない言っててこれですみたいな、何でもハキハキ言うと思ってきたら、え、気遣うのみたいな、 150% 気遣ってこれですみたいな、使わなかったら何言われるの。箱詰めちゃんどうな、箱詰めちゃんどうなってんですか。相性から言って恋愛運に関してはいいんですが、はい、彼から告白してこないです。で、箱詰めちゃん多分丸顔なのね、うん、で向こうはスリムなお姉さん系が好きなのね、これじゃタイプじゃん、じゃないのよ、うん、ただ裏運気に入ってるので、箱詰めちゃんがね、ちょっとここ最近痩せてきてるかもしれないので、今はいいよ、うん、今年、なるほど、来年ぐらいに関しては向こう羅針盤なので、はい、臆病もあるし、で可愛いとかどの頃はもう下一桁4番1個持ってるんで、ただ言ってるだけです、うん。そんなことあります？ただ言ってるだけなの？とんでもないな、これ。4番の言ってる可愛いの彼氏ないんだは、ただ感想です。でも可愛いとは思ってるってこと？まあな、まあな、そんな。やばくないですか、それ。適当に言えるよ。僕の方だと褒めないもんね、俺とかね、全然。めちゃ褒めてる。褒めるコラムを書いてますよ、ここのサイトで。確かに。唯一俺が文章でやってますよ。褒めてるでしょ、飯田さん。いや、実況中継じゃけじゃん、褒めてないでしょ。褒めてるよ、読んでよ。大した褒めてないよ。あ、そうですか、うん、すいません。でも、はいはい、そこまで漏れないじゃん、うんうんうん、それも得意じゃない人がいて、通じ、うんうん、はでもあんま何番、通じ褒めないよね。そうですか。あ、でも通じあいつ尊敬したら褒めるか、尊敬してない人ってことは、ってことはその今のだと褒めないよねっていうことは、尊敬してないってことになっちゃいますよ今。違う違う、逆じゃないですか、多分なんですけど、あ、そうか、飯田さんのことをめっちゃ褒めるけど他の人はあんま褒めない、うん、褒めない、あー、なるほど、
そっか、じゃあ俺褒められないですもん、数字。いやいやいや、めちゃくちゃ、あ、まだそこか、いや頑張ろう。はい、そうだからこのタイプで言うと本来噛み合わないんですが、でも自分が好きだったら今年ランキ、うん、まあランキーはランキーなので、うん、ダメ元で告白するといいんですけど、もう占い上よ、うん、エッチ 1,2 回してすぐ縁切れちゃった、やだ、あ、やだよ、長い付き合いは難しいと思います、うん、彼が人に対する執着ないところと、多分そもそもそんな好みじゃないところと、でもただこの箱詰めちゃんがめちゃくちゃエロいから、箱詰めちゃん箱詰めちゃんエロいですか、そこはまあ、まあ若いですから、うん、そこはちょっと発散するっていう部分がいいと思うんですけど、ちょっとな計算っていう部分が2人とも持ってないので、うん、欠けた部分がちょっと補ってないので、そうなるとちょっと続きづらいかなっていうところがありますんで、まあまあでもとりあえず誘ってみたら誘わないと来ないので、確かにちょっと変わったデートがすごい喜びます。どういうの？ポリプラスのライブですか、ね、ポリプラスのライブとか、あと億万トークライブとかまあまあまあ変わってますよね、あんま行かないですよね、デートコースとしては確かに変わってますよね、お笑いライブはもう行かないですよね、行かないかね、笑いの価値観合わなかった瞬間おしまいですかね、何そんなんで笑ってんの、え今の何が面白かったの、複雑だわ俺が複雑だわ、別に笑いの感じが揃ってたらやっぱいいっすよ ね、まあ、ね、音楽の感じもね、そうそうそう、ポリプラス音楽と笑いって分かりやすいからね、センスが、東京都だし、ね、箱詰めちゃったら見てください、ちょっとマニアックなデートを誘うといいんじゃないかなと思いますので、はい、やってみてください、はい、ありがとうございます、はい、続きまして東京都は30代前半女性131、はい、の数字です、うん、結婚と、あ、婚期と出産について占ってほしいです、はい、私は今お付き合いしている人がいます、20年夏頃に仕事関係で出会い、21年1月にお付き合いを始めました、将来私は子供もできたら嬉しいですし、結婚願望もあるので今後の彼との運勢を占ってほしいです、よろしくお願いします、まあ、シンプルな、普通な、うん、そうですね、20年夏頃で21年1月というと大体まあ4ヶ月5ヶ月ぐらいで付き合ったってことなんですかね、1313の運気で見ると、うん、こう、あ、でも相手か、相手だと2年後、2025年、は可能性かなり高いので、うん、どうですか、いや、あ、恋愛運の相性がいいのでちゃんと盛り上げていけば話が進むと思うんですが、